サンテグ・ジュペリー作稲垣直樹役星の王子様1 3四つ目の星は実業家の星でした実業家は大忙しだったので王子様がやってきても顔を上げることさえしませんでした「こんにちは」と王子様は実業家に言いました「タバコの火が消えていますよ」 「3たす2は5」5「5たす7は12」12「12たす3は15」「こんにちは」15「15たす7は22」22「22たす6は28」「たばこに火をつけ直す時間もない」26「26たす5は31」「やれやれ」 ということは合計で5億162万2731になる。5億何があるのほう、はあ、まだそこにいたのか5億100万のわからなくなってしまった仕事が山のようにあるんだ私は真面目な人間だからな。 油売ってなんかいられない2たす5は75億100万何があるのと王子様は質問を繰り返しました一度質問を発したら答えてもらうまで決して諦めたことがないのが王子様でした実業家は顔を上げました54年前から私はこの惑星に住んでいるが 3度しか仕事の邪魔をされたことがない最初は22年前だどこからともなく小金虫が落ちてきてそのためだ小金虫がひどくうるさい音を立てて飛び回って私は4つも足し算の間違いをしでかしてしまった2度目は11年前だ龍町がひどくいたんでな運動しておらんのだ 散歩する時間がない。私は真面目な人間だからなこの私は「三度目は今度だそれで」と「5億百万」「何億も何があるの?」「静かにしてはもらえない」と実業家は観念しました。何億も空に見えたりする。 ああののの小さいものがある。ハエなのとんでもないキラキラ光る小さいものだミツバチなのいやとんでもないナマケモノたちを空想に誘う金色の小さいものだだがこの私は真面目な人間だからな空想にふけっている暇なんぞありゃしないああ、星なのその通りだ星だ。 で5億個の星を一体どうするの ?5 億162万2731個だこの私は真面目な人間だからな数字にうるさいのだでその星たちをどうするの星を私がどうするってそうどうもせん私は星を所有しているあなたは星を所有しているんだって そうだ。でも、僕はもう王様に会ったけど、その王様は王様たちは所有はせんのだ。王様たちは支配するのだ。水と油ほどの違いだ。でも、星を所有すると一体何の役に立つの金持ちになる役に立つ。お金持ちになることが一体何の役に立つの他の星を買う役に立つのだ。 もし誰かが新しい星を見つけたりしたらな「この人は」と王子様は胸の内で思いましたこの前出会った酔っ払いになんだか似た考え方をするなそう思いながらも王子様はさらにいくつか質問をしました「一体どうやって星を所有できるの星は一体誰のものかな と実業家は気難しい顔をして言い返しました。知らないよ。誰のものでもない。そうだろう。だったら星たちは私のものだ。何しろこの私が最初に所有することを思いついたのだからな。思いつくだけでいいの当たり前だ。誰のものでもないダイヤモンドを君が見つけたとしよう。 そそうしたらのののダイヤモンドは君のものだ。誰のものでもない鳥を君が見つけたとしようそうしたらその島は君のものだあるアイデアを最初に君が考え出したとしようそうしたらそのアイデアを特許にすればいいのだそうしたらそのアイデアは君のものだそんな風にしてこの私は星たちを所有している。 何せ私よりも先に星たちを所有することを思いついた者はいないのだからな。それはそうだけど、と王子様は言いました。それで星たちをどうするの管理するのだ。星たちの数をまず数えておいて、それから何度でも数え直すんだ。と実業家は言いました。大変な苦労だ。だがな。 この私は真面目な人間だからな王子様はまだ特心がいきませんでしたこの僕がマフラーを所有しているとするよ自分の首の周りに巻いて僕はそのマフラーをどこへでも持っていけるこの僕が花を所有しているとするよ僕はその花を摘んでどこへでも持っていけるそれに引き換え あななたが星を紡ぐことはできないよそうだその通りだだがな星を銀行に預けることはできるのだそれってどういうことなの小さな紙切れに私が自分の所有する星の数を記入するっていうことだそしてそれからその紙切れをな引き出しに収めて鍵をかけるの またそれだけなのそれで十分だ面白いなあと王子様は思いましたなかなか私的じゃないかでもとても真っ当とは思えないな真っ当ということについて王子様は大人たちとは似ても似つかぬ考えを持っていたのですこの僕はと王子様は言葉を継ぎました花を所有している その花に僕は毎日水をやる。僕は火山を3つ所有しているその火山に僕は毎週すす払いをしてやるもう煙を吹いていない火山にも僕はすす払いをしてやる先のことはわからないものね僕の火山には役に立つこと僕の花には役に立つことなんだよ僕が火山や花を所有しているってことは けれどもあなたは星たちの役に立ってはいないでしょ実業家は口を開くには開きましたが何も答える言葉が見つかりませんでしたそこで王子様はその星を後にしました「大人たちというのはやっぱり全く得体の知れないものだな」と王子様はもっぱら 心の中で言いながら旅を続けました。